です。本日は11月29日ということで、いい肉の日なんですが、今までね、気にはなってたんですが、毎月29日発売で気にはなってたんですが、一度も食べたことがなかった例のあれを買ってきてしまいました。それがこちら、ドン。見てわかりますよね。わかる、もうわかる方多いですよね。食べたことがある方も多いと思います。モスバーガーさんの肉肉肉バーガーですね。店舗によっては来月の29日は発売がないそうなので、もしかしたら店舗によっては年内最後の肉肉肉バーガー。まあ、せっかくね、今日いい肉の日なので、私のチャンネル今まで食レポとかあんましたことないんですが、早速食べてみたいと思います。ちょっとその前にね、きちんと見てみましょう。これね、ちゃんとモスバーガーのサイトの方に分解図が書いてあります。ハンバーグパティグリーンリーフ、ハンバーグパティグリーンリーフ、焼肉レタス、照り焼きチキン、グリーンリーフ、ハンバーグパティ、ほんま肉しかないやんけっていうね。では、いただきます。超肉。でも炭水化物入ってないから糖質制限してる人はいいよね。うん、おいしい、おいしいです。焼肉がタレがすごいしっかりしていておいしいです。も美味しい、グリーンリーフも美味しい。やっぱね、野菜が入ってなかったら耐えられないね、私の歳だと。これさ、女の子同士、仲のいい女の子同士だったら食べに行けるけど、彼氏とかと食べに行くの勇気いるよね。でもどうなんだろう。ケンタッキーのチキンを食べるのとこっちだったら、私こっちの方がね、まだ綺麗に食べれるからいいかも。肉肉しい、肉肉しいで、そう、本当に。さすがにちょっと断面はね、お見せすると美しくないのでお見せできませんが、何よりもね、炭水化物とかね、糖類が少ない、栄養成分表情報、カロリーびっくりする、584キロカロリー、これで1個で1食分軽くいってる。タンパク質 39.1、炭水化物、多分肉のつなぎだね、意外と入ってるわ。 16.3g、 で脂質が 40.1。 結構ね、脂質高めに見えるんですけど、我が家はまあ家族と一緒にご飯よく食べるんですけど、油物あんま食べないんで、まあたまにはいいかなって。鼻についた。一つ分かったことがある。グリーンリーフは先に食べないとシャキシャキ感がなくなって、へにょへにょになって美味しくなくなって、美味しくないわけじゃないけど、へにょへにょになっちゃうから、先にグリーンリーフだけ食べちゃった方がいいかも。
肉汁がすごいのって見えないかな、見せてたらこぼれそう。っていうかモスバーガー自体が何年ぶりだろう。私学生時代はよくモスバーガー行ってて、朝とか夜とかモスバーガー行ってたんだけど、年取るとだんだん行かなくなるね、モスバーガーね。お肉大好きだからすっごくこれ嬉しいんだけど、さすがにね、年に一回でいいかな。まだもうちょっと残ってます。今日ね、行ったモスバーガーのお店の店員のおばちゃんがすっごい元気なおばちゃんで、ドライブスルーでね、すごい声張って、もう店内に全部筒抜けなぐらい声張って喋ってるおばちゃんで、元気いいなーと思って聞いてたのね。待ってる間に。そしたら、注文受けてる中でね、チキンナゲットの注文が入ったの。そしたら、チキンナゲットですね。ソースはいかがいたしますか？バーベキューソースとマスタードソースがありますが、どちらになさいますか？って言ってて、で、多分、マスタードソースって言われたっぽいんだけど、おばちゃんが、マスターソースですねって言った瞬間に、ほんと一文字抜けるだけで、なんかいろんな妄想広がっちゃってさ、マスターソースって何みたいな、すっごいねじわってた私一人でね。でもああいう元気のいいおばちゃんっていいね。あ、ダメだ、あんまり喋って休憩すると食べれなくなりそう。いたしましたね。モスバーガーあるある、ソースが残るモスバーガーあるあるね。ごちそうさまでした。あ、いただきますって私ちゃんとやったっけ結構ね食べ応えあって美味しかったです。いやー、もう今日晩ご飯いらないなということで、今日は非常に短い動画ではありますが、いい肉の日なので肉バーガーを食べてみたでした。肉バーガー食べてみたいと思った方、高評価ボタンを押していただけると励みになります。またチャンネル登録お済みでない方、ぜひぜひ登録お願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではまた。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それでは、また別の動画でお会いしましょう。それではまた。